ちは。こんにちは。さあ、豊さん、はい、今シーズン、はい、いやもう若手の投手、はい、ボボンと出てきた投手2名いますよね。誰？あ、若手というか1人はやっぱり阪神の村上投手。若手な、はい、村神様と言われてます、阪神の。そうだな、はい、もう1人はソフトバンクから阪神に来た大竹投手。おじさんだよそうですね、まあ、おじさんではないですね。まあまあでも中堅クラスだよね。中堅クラス、はいはい、まあこの2投手が今阪神ってもう無双というかすごいいいピッチングをしているので、今日はちょっとまあ阪神になるんですけど、この2投手をいろんな角度から分析していこうという動画です、はい。まあ分析というかなぜ勝てるかとか。そうですそうです。まあそういうことだよね、はい。まずは大竹投手、まあ現在5月20日時点なんですけれども、5勝0敗、防御率 0.48、 20奪三振というところで、まあすごい防御率です。 0.48。まず2人に共通しているところはコントロールがいいっていうことだよね、はい、まずは共通している。だから無駄なことをしないということだ、うん、で無駄なフォアボールを出してそれでヒットを1本打たれて、はい、チャンスが拡大しちゃうみたいな、うん、そういうことではないんだよね、うん、だからまあ日本ハムで言えば、まあ、加藤タイプ、コントロールがものすごく良くて高めに絶対来ないとかね、大竹投手。だから打席に立って誰も打てないなんて思ってないよ、はい、バッターたちは、うん、なんとかなるんじゃないかと思うけど、打ちに行ったらスッとかわされるとかさ、はい、でなんか遅いボールも待ってたらドーンと来るとか。だから坂本のリードもいいんだろうな、やっぱ打者をよく見てるよ、はい、だからそういう意味でもそれに応えられるコントロールを兼ね備えてる。じゃあ打てないのはそのコントロールがいいからってこと？とやっぱり細かな変化だよね。あとは緩急、はい、これ昔で言えば星野伸之、オリックスのですか、うん、左ピッチャーでね、ま、はい、っすぐ、カーブ、フォーク、まあ、大体この3つの組み立てだったんだけど、星野を見てて誰も打てないなんて思わないわけよ。はい、スローです、ね、だって浜田って130キロ行くか行かないかなんだから、はい、だから三振なんかしないぜみたいな、うん、でも三振取られるわけよ、はい、なぜかというとやっぱね、見極められないボールがあるんだと思うよ、バッターが。俺なんか星野とやった時にまっすぐとフォークの見極めっていうのがなかなか難しいんだよ。カーブっていうのは我慢して打てば打てるんだけど、まっすぐだと思ったらフォークだし、はい、フォークだと思ったらまっすぐで刺されるし、うん、だから打席に立ってて大竹も多分そうだと思うよ。まっすぐ来たと思ったらスッとこうツーシームかなんかで沈められるとかさ、はい、え、今のどっちだみたいな、そんな感じのピッチャーだよ。バッターが対策とか慣れ始めたとしてもやっぱりなかなかわからない。なかなかね、キレがいい時って見極めができないんだよ。あ、これがね、キレがなくなってくると、あ、ツーシーム来た、ポン、ね、あ、まっすぐだ、ポンっていけるんだけど、うん、キレのいい時って、え、まっすぐかツーシーム今、え、今確かにカットしたよなっていうぐらいの、わからない、もう本当手元手元で曲がるからわ、はい、からない。それでやっぱり、ね、坂本がやっぱバッターを見えてる、バッター見て、あ、これちょっと遅いボール待ってるなと思ったらインサイドドーンつくしさ、でもここに投げられないと打たれるんだよ、はい、ね、これが甘くなってしまうと。だけどそういう投球ができるよな、大竹が。わー、すごい冷静だよ、常にこう相手も見てるし投げながら、だから観察力とか洞察力、これもやっぱ長けてるよね。あ、そうなんですね、うん、じゃあ誰もね、はい、打てないなと思わない、あのスピードで。でもよりまっすぐも速く感じてると。じゃあ豊さんがバッターボックスに立ったとしたら、大竹投手をどういうふうに攻略していきます？そうだな、低めを我慢するだろうね。うん、ちょっとボールを浮いてくるのを待つと思う、うん、だから一頃ね、まあ右と左は違うけど野村がいたんだよ、右の野村ね、はい、あの広島にね、はい、カープのね、ルーキーの頃とかもう本当にね浮いてこないんだよボールが、うん、だから低めしか来ないからそれを打たなきゃいけないわけよ、もうゴロの山。あ、ね、でボールにじゃあ力があるかって言ったらそうでもないんだよ。キレと高さで勝負するピッチャーだったんだけど、まだいるけどね、はい、これがね、もうとにかく低めは我慢しろって、もうやられるかもわからないから我慢しろ、高めに浮いたボールだけ打ちに行けって、うん、各球団がそうなったらやっぱ野村が、ま、持たなくなった。だからそのぐらいやっぱ精度よく低めに来るわけよ、はい、だから俺が打席に仮に立つとしたら高めに浮いてくるまで我慢する、ね、
待つんですね、そこは待つしかないし、あとは球数を投げさせる、そしたらやっぱり疲れを伴って少しずつ高く浮いてくる。ああ、岡田監督がすぐ帰るから。もうだ、攻略できる。いやだから横から見てるから高さは。だ、結局その序盤ではなかなか点を取りにくい。あ、なかなか、ね、まあやっぱり天敵は疲れだろうね。でもそうなってくる頃には岡田監督変えますもんね。変えると一回ローテーション飛ばすとかする可能性もあるしね。で池田ちかさ、あ、はい、あの池ちゃんに、ちかちゃんかにソフトバンク時代と何が変わったってちょっと取材したんだよ、はい、そしたらもうソフトバンクを出るその年からやっぱまっすぐが少し速くなってんですよねって、はい、良くなってんだよ。なんで出しちゃったんだろう。それで緩急使うから、はい、余計に幅が広がって阪神でいいでしょみたいな。花開きました、ね、いいよみたいな。じゃあこれ同じソフトバンクにいたとしても今シーズンこういったピッチング活躍したかもな、してたかもですね、まあ、もちろん坂本選手のリードっていうのも、まあ、もちろん大きいとは思うんですけれども、はいはい、なるほど、そうか。じゃあ続いて、はい、村上投手。あ、村上はやっぱり抜群のコントロールだよね、はい、現在5月20日時点で3勝1敗、防御率 1.22。 ちょっと中日戦で4失点というのがありましたけども、まあ、本番は打たれたけどね、はい、セリーランな、はい、石川にで現在38奪三振中ということで、まずコントロールがいいっていうのが厄介だよね、はい、それに伴ってキレがいい、たまに力がある、うん、まあ昔で言うと北別府さんタイプだな。北別府さんタイプ、まあ間違いなかったからコントロール、あーあー、で出し入れができるから、はい、だから外だったら外のこれなんか打ってきそうだなと思ったら、はい、1個ボールしようみたいな、そのぐらいのコントロールがあったから北別府さんって精密機械みたいな、みたいな。例えば中日でいうところの吉見投手って抜群なコントロールだったと思うんですけど、またちょっと違うんですか。確かにコントロールも良かったけども、はい、村上の方が力があるなボールに、そんな感じがする。だから弾かれる感じがする。ああ、打ちに行ってもでね、まっすぐの質から言うと、はい、村上のなんかボールって回転数が多く感じるわ、はい、だから捉えたっていうのがバーレンなんだ、うん、だから吉見はそこから捉えたっていうやつは前に飛ぶかな、うん、そうですね、それがコースが良くて打ち取るという、うん、そんな感じかなっていうのが感じはするんだけど、まただから大竹投手とはちょっと違う、あ、全然違う、コントロールの良さ、全然違う。逆に大竹は低めに制球するけども、村上は高めに制球してくるときあるんで、はい、これが厄介だよ。いわゆるこのグッと上がってくる、上がってくる感じがすると思うよ、はい、でボールに力あるし回転数いいから、うん、空振りか弾かれるかだもんな。なのでまあ三振も多いですし、三振も多い。じゃあ豊さんがバッターだとするとどういうふうにこの村上投手を攻略していきますか。まあそう、まずコースに張るな、インサイドなのか、はい、外なのか、うん、だから、まあ、北別府さんを打つときに、まあ、コントロールいいから真ん中に絶対来ないから、はい、真ん中に来たら思わず見逃してしまうっていうぐらいコントロールが良かったから、はい、だからまあこの局面では外なのかとか、うん、ここは内なのか、だから内に入ってくるボールは全部打つとか、はい、外のボールは全部打つとか、まあ、やらないとなかなか攻略ができないだろうな。難しいですね、うん、そうなってくると。いや難しいよ、うん、ただ北部さんの場合は間違えなかったから、だからここ狙ったらここしか来なかった、絶対ここに来るんですね、絶対来るわけだ、あ、だからそこを打ち損じないようにしないとね。いわゆるコースを狙わなきゃいけない、張らなきゃいけないっていうタイプなんです、ね、タイプだと思う。やっぱコントロールがねいいっていうのが一番厄介だよ、この2投手に言えることですね、うん、まずで大竹はコースのコントロールと高さのコントロールがいい、村上は四隅のコントロールがいい、あ、そうなんで両方とも坂本がかぶってるでしょ、やっぱりよく見てんだよバッターを、バッターを、あー、これインサイドになってると思ったら外逃げるし、はい、内に来てんなと思ったら内の高めに持っていくし、ほら詰まるし、だからまあ厄介だな。この2投手のやっぱりいい面を出してるのっていうのがやっぱ坂本選手、坂本でもあり、でも本人の力でもあるよね、うん、本人がやっぱそこに投げ切れるという、はい、そのコントロールと、まあ、精度がいいよな。そうですよね、うん、この2投手本当に活躍する、もちろん2桁以上いくと思うんですけれども、どのぐらいの成績残すんですか。いやただね、1シーズン働いたことがまだないでしょ、うん、はい、まあ、大竹も、まあ、ソフトバンクの時にね一時期上にいたことあるけども、だけど何かのタイミングで落とされるとか、
から、まあ、1年間フルに一軍でやったことないだけにね、だまあこれからよ、これからあのスタミナ使うしね、そうですね、夏場でね、うん、だからましてやその甲子園とか、うん、まあ、外のグラウンドのがメインだからね、はい、だからまあそこら辺のスタミナがどうなのかなっていうのはちょっと心配だけども、うん、まあ、普通に行けば受賞はするよね、2人とも。そうですよね。あとあのパ・リーグの打者と対戦してるのも見たいですね、早く、この村上選手なんかが。言っとくよ、はい、今、バッターはセ・リーグの方が優秀だからね。あ、パよりですか？うん、と俺は思うよ。へー、それは。いや、パ・リーグは若手が多いんだよ、うん、出てるメンバーとかね、はい、そしたら、やっぱ技術的にはないんだ、パワーはあるけど、うん、で、振る力っていうのは持ってるんだけど、コンタクトの能力っていうのは俺はセ・リーグの方が上だと思ってる今。あ、その代わりピッチャーはパ・リーグの方がまず間違いなく、はい、力を持ってる、うん、バッターの方はじゃあセ・リーグの方が今は俺は優秀だと思う。あのいろんな球に対応できるような選手が多いってことなんです、うん、多いと思う。へえ、じゃないよ、まあ、ええ、ほんとに。いや、なんかあの、ね、いや、だから交流戦ってパ・リーグ強いっていうイメージがあるでしょ、はい、俺はそうは思わない、もう最近は。まあ昨シーズンでいうとね、ヤクルトだったり阪神がやっぱり交流戦良かったので、そうそうそう、もうそういうところもあるのかなっていう、ね、あ、そうなんですね、はい、まあ、ちょっと話はそれましたけれども、はい、まあ、この阪神の大竹投手とそして村上投手、まあ、今後期待大ですね。当たり前だよ、まあ、岡田監督はもう一緒に寝ましょうみたいな、そんな、ね、そんな可愛がり方しそうだよ。そうですよね、はい、まあ、阪神の、ね、あれには欠かせない本当投手2人ということで、はい、今日はピックアップしました。